ツイッター経由で、畑にもみ殻を入れるのはどうでしょうかっていうお話、質問をいただいて、まあ、それはそれで答えたんだけども、これも大事な話だなと思ったんで動画でシェアしたいなと思います。でまず結論から言うと、もみ殻を畑に入れることはすごくいいことです。俺も入れたいぐらい、まあ、大量に入手できないし、山の畑まで運ぶっていうのがちょっと大変なんでやってないんですけど、まあ、なんでいいかっていうと、まずもみ殻はミネラルが豊富なんで、欠乏しやすいミネラルを補給するっていう意味でもすごくいいです。そして排水性の悪い畑、繊維とか多いからかな、排水性の悪い畑を排水のいい畑にしてくれると、まあ、要するにうちの畑みたいに水はけの悪いところね、そういうところに入れるとすごく水はけが良くなって、根っこが腐らない、なんだ、芋とかも腐らないとか、生育が良くなるっていう効果があるんで、もみ殻入れるのはすごくいいことです。ただ気をつけなきゃいけないのは、もみ殻は炭素が多いです。もみ殻だけじゃなくて、稲わらとか、もみ殻、稲わら、ここにはないな、ススキとかのカヤ類ねとか、あと木だ、木、うん、木とかそういう炭素が多いものを入れると、ちょっと都合の悪いことが起きます。何が起きるかっていうと、まあ、必ずしも起きるわけじゃないけども、多く入れすぎると窒素不足が起きます。窒素飢餓と言われるもの、まあ、何かっていうと、炭素が多いと、まあ、CN 比っていう土の中で炭素と窒素の C と N のバランスがあって、炭素が増えるとその炭素を分解するために窒素が使われるんで、その CN 比が高くなればそっちの方に使われるんで、植物が使える窒素ってものが少なくなって、作物が育たないっていうことが起きるはず。合ってるか？うん。ね、炭素をいっぱい入れると、うん、C をいっぱい入れるとその窒素 N がね、そっちの方に分解する方に、微生物とかの方に使われてしまって、微生物が活発に動くから、それを自分たちが活発にこいつらを食べて炭素を分解したいと、その時に窒素をいっぱい使ってしまうから、植物に回る窒素が少なくなって、生育しにくくなるということかな、うん、だったね、確かそうだ、が起きるんで、窒素飢餓っていうものが起きる可能性があるんで、やっぱり入れる時は注意しなきゃいけないなと。まあ、どういうタイミングがいいかっていうと、これから秋に向かって、秋で終わって収穫が終わった畑、そこにもみ殻を入れてすき込んでおいて一冬置くとかで、栽培期間中畑にまだ野菜がある場合は、通路、俺よく動画で話してるけど、通路に敷いてしまうとかで、その上に米ぬか振っとけば、分解する分の窒素が供給されるんで、いいんじゃないかなと思います。あとなんだろう、あとは堆肥化か、うん、積み重ねておいて、その場で堆肥にしてから入れるとか、そういう手法を取ると窒素飢餓っていうものを防げると思うんで、もみ殻入れる際はそういうことを気をつけてもらえればいいかなと思います。まあ、とりあえずもみ殻をね、畑に入れるってことはすごくいいことなんで、まあ、もみ殻がね、大量に手に入る人、もしくは米農家さん、米農家が友達にいるっていう場合は、で脱穀したもみ殻ちょうだいって言えば、多分ゴミにする人も多いと思うんで、今の時代ね、すぐくれると思うんで、それを持ってきて畑にどんどん入れてみてくださいね。その時はちゃんとその後一冬栽培しない場合か、うん、一冬栽培しない時に入れて混ぜ込む、すき込む、耕しておくと、もしくは栽培中であれば通路に敷いておくと。通路に敷けば、好気的な条件、空気にも触れるし、で米ぬかも振っとけば窒素も足りないってこともないし、足で踏んで歩いても土を固めるとか、そういうことも傷めることもないんで、おすすめです。あともう一つは、残ったものをどうしても大量に残った場合は積み重ねておいて堆肥にして分解して土になったら入れてあげるとか、そういう方法を取ってあげればいいと思います。まあ俺は一番おすすめなのは、一冬置くこと、混ぜ込んで、それが一番のおすすめです。まあ、もしもみ殻がね、大量に手に入って運ぶことが苦じゃないんであれば、ぜひやってください。俺もやりたいんだよねだけどもちょっと大変なんで、片道ね、40分かかるところをもみ殻、ね、この軽トラね、一台に入る分だけ入れて持って運ぶっていうのはちょっと効率悪いんでやってないんだけどもね、まあ、もしできる人いればやってください、ぜひ。3つの注意点だけは気をつけてやってみてください。